アメリカ下院議会のジョンソン議長は8日、ワシントン DC のシンクタンク、ハドソン研究所で、アメリカの国家安全保障と議会の外交政策について初めて演説を行いました。ジョンソン議長は、中国共産党が世界平和に対する最大の脅威であると述べ、中共の脅威に対処するための一連の立法を推進する意向を示しました。 Our economy. ジョンソン氏は、中共を世界平和にとっての最大の脅威と指摘し、中共が主導する枢軸国には、ロシア、イラン、北朝鮮、ベネズエラ、キューバなどの国が参加し、 In the Indo-Pacific, America must continue to build upon our military and economic uh, relationships with India, Taiwan, South Korea, Australia, the Philippines, Vietnam and the United Kingdom. We all have strategic interests in the region, and with a strong united front, we can protect our trade routes, our shipping lanes and all of our shared interests. アメリカ議会が引き続き集中して努力し宗教に立ち向かうためにあらゆる手段を活用していかなければならないと強調しましたジョンソン議長はまた現在の国会の任期が終わる前に会員が複数の法案に投票し次期政権に 中共に立ち向かうための権限を与える予定であることを示しました次期国会の任期中にジョンソン議長は下院の中共特別委員会の活動を継続させ最も重要な任務としてロシアやイランへの物資支援を行っている中国の軍需企業に制裁を課し中国への投資制限を行います対中共特別委員会の委員長であるムーレナー議員は声明を発表し 中共が最も恐れているのは民主党党と共和党が協力して国を守る統一アメリカです。現在の国会の残りの期間と次期国会において特別委員会は超党派で管轄委員会と連携して「アメリカと我々の価値観を我が国の最大の敵である中共の悪意ある影響から守り続けるつもりです」と述べましした。NTD ジャパンがお伝えしました。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.